さあということで今日も市川町やってまいりました。よろしくお願いします。お願いします。さあ市川町に一応来たんですけれども、いいお天気だね。目が開いてないですよ。いやいや、もうまぶしくて、はい、すごいよ。まぶしくない？まぶしいですよ。すごいね、やっぱ市川町はすごい、はい、晴れがすごいね。いやいや、一緒ですよ別に日本全国どこも。4月6日綺麗な桜のね咲いてる時期でございますよ。本当に綺麗綺麗です、うん、今日はですね、市川町に来て市川ハウスに行く前にですね、この市川町グルメ、市川町の、美味しいものをご紹介したいなということで、はい、行きたいと思います。いやもう行きたい、あれもう平和。なんか平和、市川町ってやっぱこの何鳥のさえずりとかも聞こえるし、いいですね。いいですよ、うん、美味しいもの食べていきましょう。行きましょうか、うん、もう市川町といえばやっぱりあ、ここでございます、こちら自家製焼きたてパン、パン有本さんでございますね。念願です。あ、来てた時ずっとタイミングが合わない。そうですね、我ちゃんね、はい、久々に食べれる。これ見てください、これこだわりの材料、はい、卵、たずび養鶏場のこだわり卵、これ市川町のね、はい、人気ナンバーワンの卵、そして牛乳も高橋牧場、種子島の砂糖を使ってて、水も上川町、はい、もうすごい食材にこだわったパン屋さんでございます。ちょっと選びきれるかな。今日はちょっとここのねグルメをしっかり紹介したと思いますんで。もうパンの焼ける匂いやね。しますね、うん。幸せやわ。幸せですよ。ほんま、行こう。行きますか。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。はい、すいません、やっぱいい、ありがとうございます、はい、すいません本当に、はい、今ちょっとねここの今日パンを食べたいということでやってまいりまして、ありがとうございます。そうなんですよ。あのずっと来てたんです、何度か市川町にはね、はい、はい、でタイミングがあれじゃなくて、食べやっとです。ありがとうございます。ちょっと選ばせてもらうんですけど、やっぱちょっとこだわりのパンですもんね。そうですね、はい、素材、まあ、卵ですね、市川町の特産の、そうですね、使って、はい、市川町の卵を使うということで、うん、あれですね、もともとどこ出身でしょう。もともとは主人は大阪で、私はまあ姫路なんですけども、はい、で、大阪でパン屋さんやらずに、いや、大阪でもパン屋さん修業してて、うん、でその後、明石かな、来た時にこの卵を知って、はい、主人が知って、でもう自分でパン屋する時にはここでっていうので、はい、そうですよ、市川町の卵を使うために市川町に住んで、市川町でパン屋さん開くというこだわりの卵です。すごい。そうですよね。その時って、はい、奥様は何て言うんですか。もう、いや、もう決定事項としてされたんで、決定事項でございます、ね、行くぞと、行くぞということなんで、そうそう、ここにするぞとね、そのパンをぜひ食べたいということなんで、はい、ちょっと買わせていただきましょう、はい、はい、もういいパンがいっぱいありますわ。サンドイッチとかでしたよ。何買う、何買う、じゃあ何買う、一緒に乗せます、はい、あ、別々か、いや、もういっぱい乗せましょう、もういっぱい今日は紹介します。市川さん、ちなみに好きな、なんかあるんですか。いや、もう僕はもうここに来たら必ず買うのはこちらでございます。見てください、ここ、うん、こだわり卵の超クリームパン、これ、このではもう播州市川品質こだわり卵の超クリームパン、これがここの卵、じゃこの惚れ込んだ卵を使ったクリームパン、もう毎回買うし、もう市川家ではあんまり息子がクリームパン食べなかったですけど、ここのクリームパンだけめちゃくちゃ食べます。いつも買って帰ってきてって言われますから。美味しいよな。美味しい。冷やしてちょっと食べても美味しいよな。美味しい。朝の今もう9時前ぐらいですからいいんですけど、あのもうなくなりますからすぐに、すぐ売り切れますんで、これ。これ買いましょう、いっぱい。何個買いますか。8個。え？持って帰るもあるから、あ、普通のクリームパン、超2つあるんですね。超はクリームが多め、うん、私はこれ1個、タミさん、うん、多めに買う、何個乗っけたいか言って、うん、これどっちみち食べるし持って帰るから、いっぱい飲める。え、両方4つって、4つでしょ。そんな買うんですけど、それ買います。これはこう、すみません、これ買います。だからこれ一旦クリームパンでいっぱいになったんで置いておきます。私はお母さんもクリームを食べたことあるんですか。はい、美味しい。
でも私はもうこうクリームも食べたいし、いろいろ食べたいし、いろいろここからいろいろいきましょう。私はこれ期間限定の桜餅あんぱん。うわいいですね今の季節で、こういうちょっとおかず系のパンを、ハサミのこれおかず系のパンを食べるとまた甘いものが食べたくなる。ちょっと待って、えぐい見つけた。タズミの卵のひねどりのチキンソーセージとホットドッグ。うわこれいく、これ市川町線、これ一個一個、これはいかなあかん。あとなんか今こっちに焼き上がってきた感じのカレーチーズとかあんバターとかありますけど、これカレーチーズいきましょうか、うん、ちょ待って、んこのネーミングめっちゃ好き。遊び心、遊び心、メープルとバターと北海道あんバター。ちょっと遊び心いく、遊び心いきましょうか。どうですか、どうしよう、今日もうここで終わる。いえ、食べるとこみたいな食べていろいろスクワハウスで作業しますよ、もちろんやることあるんで。あるよ、家行かなあかん、なんでここ来て帰んねんもん。これ食べよう、初めて。これ何ですか。これは、マチコネギとチーズとごま油。マチコネギ、あれ市川町さんのやつですよね。あ、そうです、市川町さんのや。マチコネギ、マチコ行くわ。お前マチコ、あとこれも言っといて、こっち卵のメロンパン、あこっちクリームパンバージョンじゃなくてメロンパンあるから、これ見っこいとこ。うわ絶対おいしいやん、うん、これでフィニッシュや。うわ嬉しい、2人でこんな食べんのいける、まあ、行こうか。これよ、ありがとうございます。今もありがとうございます。こんだけちょっと、はい、はい、さあということで、まーちゃん、はい、こちら有本さんのパンでございますけども。そうです、このもうね、いろんな美味しいパンをこの市川ハウスの前のこの広場で、うん、大自然に食べる、これだけでももうピクニックですよ、うん、どういうこと、バーベキューちゃうかな、まあなんか美味しいですわ、これだけでも、これだけで幸せですよ。そう、そういうこと、そういうこと。まずは、まあ、これが超クリームパン、はい、こだわり卵の超クリームパン、田住さんの一番のメインだと思います。でそのこれはクリームが多いけど、うん、普通の通常のクリームパンもあるんですよね。でこれも同じ卵を使ったメロンパンね、はい、こんなもあります。で、これが期間限定の、うん、この春期間限定の桜のあんパン、はい、桜のあんパン、はい、でこちらのやつがあの言うたらさっき言ったこの田住の卵さんの、産んだ、鶏のひねどりを使ったこうウインナーが挟んだパン、はい、はい、でこれはマチコネギ、そう市川町名産のマチコネギというを使ったパン、はい、でこれはもう本当に有本さんが素材っていうのを名前のネーミングの、はい、素朴、素材、素朴です。そう素材やったら何や、小麦になってまうん、そう素朴っていうパン、はい、で、まあ、これはシンプルだから見えたんですけど、カレーパンとカレーパンで、これが遊び心っていう名前のパンなんですけど、はい、遊び心で作ったパンを、はいはい、その町の人とかが食べて、うん、あのその口コミが多かったりとか、うん、これいいねっていう声が多かったら、うん、あのなんていうの、レギュラー化そうされるというね、今純レギュですね、純レギュです、純レギュ、名前ついてないってことでね、はい、いただきましょう、いただきましょう。もうやっぱり最初にこちらのこだわり卵のクリームパン食べていただきたいんで、僕食べます。私これマチコネギ、マチコネギからいく、はい、もう私はね、あの映ってないところで一個甘いパン挟んだんです。あかんて。なんなん一緒。あ、いい香り。ネギの。ネギ、うん。うん、あ、甘いな、マチコネギ。甘い。うん、へえ。うん、へ。マヨネーズ、マヨネーズじゃない。マヨネーズとチーズと乗ってる。もうこれもすごい素材を楽しめるパンやね。あ、そう。めっちゃ美味しい。もうクリームパン見てもたんですけど、もう上からクリーム出てもてるんですよ、クリームパンのに包まれてないから、うん、でこれもうチーって分かるんですけど、ほぼほぼクリームなんです、ほらほぼほぼクリーム、黄色、こんなことある、ちょっと黄色いしね、うん、こんなことある、これないのよこういうこと本来。わわー、これすごい、いただきます。あああ、超クリームパン、うん、超なんよ、うん、超クリームパン、もうパン食べてるんじゃない、クリーム食べてると一緒、クリームパン、うん、ね、これ山やから響くんですよ、うん、で周りおれへんから怒られへんから、こういうのもいいね、うん、え、なんでテンション丸さん、いやもう味わってんの、めっちゃ美味しいもん、うん、これ食べてみる、うん、遊び心ね、うん、
きな硬さやわ。好きな硬さ、ほら、はい、半分、うん、ほら、これがメープルシロップとバターやね、うん、あ、メープルシロップとバターを挟んでくださいというリクエストだったんですね、うん、いただきます。いや、リクエストじゃない、遊び心で作りはって、うんうん、で、その町の人たちが、うん、これもレギュラー化してよってなったらレギュラー化、常に店にある。おいしい、うん、はい、やっぱパンの硬さとちょっとあの甘みはあるけどちょっと塩気もあるやんか、うん、食欲そそるんでしょうね、うんうん、早いね、パン、うん、早いの嬉しいね、パン好きやね。いただきます。あ、私この甘さめっちゃ好き、うん、甘さ控えめやんね。甘さ控えめで、あの卵の甘みですねこれ、うん、砂糖の甘みで、で、あのめちゃくちゃふわふわメロンパンしたらなあ、ね、いや、ま、もちろんこの外のカリカリもあるけど、うん、中めっちゃふわふわじゃない、うん、この布団で寝たらぐっすり寝れそうじゃない。いやー12時間いける相方が出ました。いや、なんか分からへんけど面白いってわけじゃなかったみたいな。もう答え、なんて答えたいかわからん受けです。ええやん、こうしてならパン食ってこんだけ笑えたらね、うんうん、このさ、おひさんのさ、うん、おひさんで干した時のパン、あの布団みたいなふかふか感わかる、12時間寝れる。じゃあちょっと昼からも頑張りましょうか。え、まだまだ作業残ってるんで頑張るわ、はい、ネギパン食べて、はい、では後半も頑張ります。進む、うん、進む